はいどうも、リアルバキョウです。さあ本日はですね、外に来てますよ。今日はですね、このメディシンボールを使った、競技力向上もしくはコンディショニング向上のためのトレーニングを5つほど紹介していきたいと思います。これはね、単にね、競技力向上のためのトレーニングにもいいんですけど、ウォーミングアップなんかにも非常にいいので、体の連動性を養って、全身の筋肉をバランスよく鍛えてくれるので、ぜひね、おすすめなので試してみてくださいということで紹介していきたいと思います。じゃあ行きましょう。本日はですね、5種類のメディシンボールで行うトレーニングの方を紹介してきました。これはですね、全身を連動させて使う、ポイントとしては手で持って手で打たないことですね。しっかり全身の連動性を持って動作するようにしてください。これをですね、ちょっとサーキット形式で、2から3セットほど行うと、全身の連動性もコンディションにも鍛えられますし、あと、動作のウォーミングアップとかにもかなりいいと思います。暑いですね。ということで本日はここまでですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。この動画がですね、気に入った方はいいねやチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということでさよなら、バイバイ、じゃあね。この僕の応援、いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから、生きるため走り出す。Now